今日県内では新たに三千六百二十三人の感染が確認されました。内訳は新潟市で千十八人、新潟市以外では二千六百五人となっています。これで県内の累計感染者数は十七万七千二百九十九人。そして亡くなった方は百十九人となっています。続いて新潟市の詳しい状況を見ていきましょう。 今日新潟市では1018人発表されたうち、感染経路不明者は512人となっています。区ごとに見ていきますと、最も多い中央区で208人、ついで西区で191人、東区で182人、北区で98人、下の段行きまして、南区で69人、秋葉区で95人、江南区で90人、 西関区で85人発表されています続いて新潟市以外も見ていきましょう村上市では77人関川村では11人柴田市では240人阿賀野市では74人大内市では65人西楼町では44人下の段行きまして御仙市では58人阿賀町では6人 三条市では210人、加茂市では49人、燕市では127人、多賀見町では15人、弥彦村では17人、画面変わりまして長岡市では349人、小千谷市では32人、見附市では40人、魚沼市では90人、南魚沼市では116人、 湯沢町では十三人。そして十日町市では六十四人。津南町では十六人。柏崎市では百三十六人。狩羽村では二人。上越市では五百十四人。妙高市では四十四人。糸魚川市では百三人。佐渡市では九十三人発表されています。続いて全国の状況を見てみましょう。 全国昨日時点で新規感染者数は二十万八千五百五十一人発表されました。そして亡くなった方が三百四十三人と今年二月二十二日の三百二十二人を上回り過去最多となりました。そして全国の重症者数ですが六百三十六人とこちらも今月十日以降六百人台が続いているということなんです。そして昨日時点で。 秋田県と岐阜県、高知県、この三県で新規感染者が過去最多となりました。首都圏を見てみますと、東京では二万千七百七十人。こちらは二日連続で前の週の同じ曜日を下回ったんですが、新たに二十五人の死亡が発表されています。まあ、このように。 新規感染者数の全数把握が2年半続いているわけですが、これに対して今日岸田総理大臣がオンラインで会見を開きました。そこで、ウイルスとの戦いは容易ではないが、過度に恐れることなく、変化するオミクロン株の特性を踏まえながら、感染防止と社会経済活動の両立を実現していくため、対応を加速していくと述べました。はい そしてこの対応としてですね、これまで新規感染者の届け出を全数把握していたんですが発熱外来や保健所業務が相当切迫した地域において緊急避難措置として 自治体の判断で届出の範囲を限定することが可能になったということなんです。自治体の判断ってことなんですね。そうなんですね。あの、まあ、もともと全数把握をしていたんですが、それぞれの自治体の判断で。まあ、どのような範囲にするのかっていうのを決めることができるっていう、そういう見直しが表明されたということなんです。はい、まあ、その届出が必要な人なんですが、高齢者、そして入院を要する人。 重症化リスクがあり、治療薬投与が必要な人などということです。これを全国一律に見直すかは、感染状況を見ながら進めていくということです。では、続いて、県内の医療状況を見ていきましょう。県内、昨日時点での入院者数は、三百八十八人となっています。病床使用率は五十七・七パーセント。そして、重症者は、前の日から一人減りまして、五人。 中等症者は前の日から4人減りまして60人。重症者病床使用率は4.5%。そして宿泊療養者数は77人となっています。そして自宅療養者数は23,344人。そして昨日時点での1週間の感染経路不明の割合は57.7%となっています。